はい、湘南ベルマーレの平岡太陽です。そして2024シーズンから入団内定した高橋直也です。今年は特別指定で戦わせていただきます。勝った、一回勝つなんで今日の練習どうでしたか？今日の練習は紅白戦しましたね。紅白戦どうでした？大学と比べてプロやっぱり強度が高くて、うん、質も高くてやってて楽しいですね。僕も高校から来た時はいつもなんか泣きそうになってましたきつすぎるし、みんな上手すぎるし。やっぱ大学でもあるんですか、そのさ。大学ってもう大人じゃないですか、言うと。まあ確かに、けど選抜経験して帰ってきてもやっぱり湘南帰ってきたら質とかレベルとかはめっちゃ高いなって、ギャップは結構あります。うん、この人はサッカーは常に落ち着いてるというか、あんまなんかガタイがめっちゃごつくはないんですけど、ひょうひょうと落ち着いてやってるイメージで、プライベートはなんかもうほんまになんか学生って感じします俺と同じ匂いを感じる普通の人ですよね。普通の人やな、だいぶ学生だから。なんか楽しいですね。しかも関西出身で同じやし、大阪出身、まあ大阪とか兵庫やからですね。関西弁やし、関西ってことは面白いおもろいっていうか、うん、そういうことですよねそういう振りは苦手やな。確かに最近2試合連続ゴール、違います、2試合じゃない、3試合で2点。 いや、たまたますけど、はい、まあ2点取っててノリに乗ってるし、結構自分的には攻守全般において結構ハイレベルで戦える選手やなとは思ってて。ほんまかいな、ほんまよあざっす。結構ドリブルもパスもできるから。おお、苦手なとこ。え、嘘。いや、俺結構上手いと思ってる。マジっすか。うん、ドリブルとパス自信持ってこ。うん、あと結構湘南っぽい選手かなとは自分の中では思うかな。 ありがとうございます。え、プライベートは、プライベートはまあお願い、俺と同じ匂いしててまあいいや。結構もうまだ高校生抜け切れてないんじゃないかな。それはええって、それはやめてほしいもうちょっと俺はもう大人の階段登ってるんですよ。まだ階段登りきれてなくて、まあ、普通の、まあ、大学生にいてもおかしくない感じのあれですかね。うん、まあけど一緒にいて、あの、なんていうんですか、雰囲気とか合うんで楽しいです。個人的ニュース、なんや、探せ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 。あ、俺からあるかな。俺、自分はデンソーカップっていう大会で、うわー、アピールしてくる、そこで関西選抜として、まあ、優勝して日本一になれたことが個人的なニュースですかね。すごいです。だって、いつも関東っすもんね、優勝。そう、久しぶりの関西、多分2016年ぶりぐらいの優勝やって、その中の優勝メンバーに入れたことが嬉しいっすね。すごいですね。あとは大会優秀選手にも選ばれたんで、結構ノリに乗ってますうおー、ハードル上げる自分でハードル上げていく俺は個人的にですないかな、まあ、相変わらず何もないですね。プライベートはないな。ないなってないあるでしょ、なんかないな。ハプニング起こしそうや、なんかハプニング起こらんよ。まあないってことで、今後の意気込みは、僕はまあ試合にたくさん出てチームに貢献することです。得点も今はたまたま止めてますけど、得点とかアシストも攻撃の面でチームに安定して貢献できるように頑張ります。守備もです、守備も頑張ります後付け、いやいや、守備は今まで以上に頑張ります。まだ湘南来てからデビューしてないんで、まずはデビューすることと、あと試合出てチームの勝利貢献できるように頑張りたいなと思います頑張ります、頑張ります。バイバイ。